やってみたい髪型があるんですよ。やっほー。さっきねさっきカウントダウン TV さんをね見てた。みんなも見てた？あのね、リンゴヘアがしたいんです。この服でリンゴヘアがしたい。さくらんぼを着てるのにリンゴヘアをしてるっていうのをねやりたくって。やりたいんですけどね、ちょっとでもやり方が人生で一回もやったことないのでわかんない。そう、さくらんぼヘアってどうやってやるの？さくらんぼヘアってどうやってやるの？ある、さくらんぼヘアって。うん、リンゴしか知らんけんね。リンゴヘアをやってみたい。ちょっとどうやってやるん？分からん。なんかそう、リンゴヘアはなんかここちょっと薄いですね。リンゴヘアはなんかね、あのチョンってなってるやつです。ちょっとやってみたいんですけど、やり方がわからないんです。こう？なんかここら辺の、絶対違う。ちょっとリンゴヘアをしてみたいのにできないんですよ。どうやってやるんだっけ？こう？あ、こうかも。なんかね、マイキューさんに前ね、マイキューさんが言ってくれたの。なんかリンゴヘア絶対似合うよみたいな、リンゴヘアしてほしいって言われて、そうリンゴヘアしてよって言ってもらったからね、ちょっとしてみたいけど。こう？ちょっと違う？わからん。こう？わからんな。こう？こんなんじゃない？こんなんじゃない？なんかイメージこんなん、ちょっとなんか近づいてる気がするんですけど。そう思うのはゆらだけでしょうか？あ、近づいていいんじゃない？ちょっと待って。今日はもうね、リンゴヘアがしたいなーって思ったんです。この服を着た瞬間、ちょっと近い。でもゴムがない。ね、近づいてるよね。よい、ちょっと誰かゴム持ってきてほしい。ちっちゃいゴムが欲しいの。でもないの。ないの、ないの、ないの。髪の毛のゴムっていう概念、なんか、ない。悲しい。髪の毛のゴムをまず持ってないですよね。ちょっと本当に申し訳ないんですけれども。
当に本当に、あ、本当に本当に申し訳ないんですけれども、あ、もう手が疲れた。本当に本当に申し訳ないのですが、輪ゴムでやらせていただきたいと思います。中学何年生？わら。中学何年生？え、違う、絶対違う。待って。汗。ちょっと待って。難しいんですけど。まあ、愛子ちゃん一押しということはね、愛子じ推しの方だと思うんですけど、まあ愛子じが好きな方からしたらね、ゆらなんて子供ですよね。そうだよ。でも最近聞いたんですよ、愛子じに。愛子じから見たらさ、ゆらってやっぱ子供なのって言ったら、子供だねって言われた。子供なんかーってなった。そっか、子供かって思ったけど、でも今年次の誕生日が来たら18歳ってやばい、すごい。このね、跳ねる毛がなくなってくれればいいんですよ。え、そう、髪の毛アレンジ配信かも。ちょっとテロップ書くね。18歳にあーマジそうなの。そう、確かにまだ18歳じゃないからね。そうだね、まあ17歳なんで。でも17歳と18歳って結構違う気がします。なんかそこのあれはすごい違う。あ、いいんじゃないか。次18歳だって。みんな、ゆらがオーディション受けたのは15歳なのに、もう18歳になるんだって。え、これ合ってる？これなんか違う気がするんですけど、ゆらリンゴヘア。え、違うよ。なんかもっとなんか跳ねてていいんだよ。なんかペタン。なんかこれやっぱ前髪が、まだ17歳なんて2ヶ月ない、もう18歳の話。確かにもうちょっと17歳楽しみたいね。ちょっと「カウントダウン TV」見なきゃって。そうだよ、さっきまで見てたんだけど、次 AKB さんが出るまでにまたショールームをして。なんか違う、なんかもっと跳ねてていいんだよ。なんか違う。
やばい、こんなに難しい髪型だと思ってなかった。え、むず。リンゴヘアむずいんだが。まあいっか。いいも。変？リンゴっぽくない？リンゴっぽくない？これはリンゴに見えん。え、なんかもっとさ、もっと強調されるんだよ。むずいんだが、むずいんだが、誰か。このさ、前髪をさ上げるのがまず間違ってるんじゃない？なんかもう前髪はさ、こうやってこうやってこうやってやるんだよ。多分知らんけど、こうやってこうやってやって、こうやって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 で、やってみます。私は負けたくないんだ。もっと負けたくないんだ。私は負けない。誰に？誰に負けないの？わかんない。この子がね、この子がね、ちょっと待ってね、ちょっと一回ね、こうやってね、ちょっとみんなに今日、あ、じゃあ今日、みんなあれ普通にコメントを読むので、じゃあなんか今日のなんかお話ししたいことをコメントしてください。その間にね、ゆらはコメント読みながらね、頑張ってリンゴになりたいと思います。みんな普通に何かありますか？ユラはこれと戦ってる時間にみんなと話すっていう。高級アイスを食べました。やばい。でもユラはね、今日ねアイスじゃなくてねケーキを買った。ケーキ買った。お昼何食べた？お昼しゃぶしゃぶ食べた。なんかの力の総力はまだ結構先ですか？結構先かも、結構先かもしれないけど、まあいずれは絶対にいただくのでお楽しみに待っていてください。ちょっと晩ご飯食べたよ。
できてる？なんか違う？合ってる？あ、正解来たんじゃない？484日ありがとう。ちょっとスクショしよう。